皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のしっかり稼げる教室集客のバイブルのテーマは、教室集客の自動化はできるかという話をしてみたいと思います。まずですね、結論から言うと自動化はできます。はい。でただ、どれぐらいの頻度でどういう形で自動化できて、いつからなら自動化できるのかっていう、その話は別問題ですけど、自動化はできます。ということは、もしも自動化ができるのであれば、ある意味その SNS を使って行って宣伝をするとか絡むっていうのはあった方がいいと思いますよ。人とつながるっていう意味では。だけれども、自動化をする場合には、例えばそのゴールとなるホームページなのか、イベントページ、ランディングページ、LP と呼ばれるものなのか、その着地点として読むものがあるにしても、そこに引っ張ってくるのに SNS を使うのか、使わない方法とかもね、あります。自然検索でたどり着くとかね。自然検索でたどり着くためには、そのページの中にたどり着くようなキーワードを入れておかないといけないんですけれども、ここがしっかり作ることができて、である程度その検索上ですね、ページが上の方にいて、でそれが必要な人がちゃんとそのキーワードを探し当てて、自分にとってこれが必要だなっていう強いニーズのところとマッチングすれば、サイトをまず探し出してきてくれる可能性が高いです。これは検索ベースですね。で検索で探してきてくれる人っていうのは、やる気があるから検索してるんですよね。行きたい、ここに行きたいみたいな。例えば私 のワンデーセミナーっていうのがあるんですけどね、集客全体の動線設計をお伝えするセミナーなんですが、これっていうのは、本当にもう、例えば開業当初の人とか、開業はしてるんだけど1年から3年未満ぐらいで、いまいち集客がうまくいってない、そして結局何からやっていいのかわからないっていう、そういう人を対象にしてもともと作っている講座なんですよね。当然随所にそういう言葉は書いてるし、本当に困ってる人とか、おそらく何から始めていいかわからないとか書いてるはずなんですよね。そうすると、それで私のサイトがヒットして、でサイトの内容が信頼するに足る内容だったとして、あ、じゃあこの人のセミナー取り急ぎ聞いてみようということになれば、それで申し込みが入るということですね。だから最初のうち認知度が低い時とか、サイト自体にパワーがあまりない時には、私自身も告知とかしながら埋めてましたけど、今はそれは月1回の開催だっていうのもある。これもうちょっと頻度高いとちゃんと告知しないとダメなんですけど、月に1回の開催であるっていうことがベースになってるので、割とそのまんまただ置いていて、何も特にしていなくても、検索で探されて、探されるための仕掛けはしてますよ。ブログにこういうセミナーがあるよってセミナー一覧載せてたりとかしたりとか、あと本当に単純に純粋に外から探せるようにキーワードを入れるっていうことはあったにしても、何かしら探してたどり着いた人が普通に予約を入れてくれるので、私が何か能動的に動いてそのセミナーをガーッと集めなくても、集まるセミナーが作れているという経験値から言って、集客の自動化はきちんとセオリーを分かって、それに向かった正しい動線ですね、こういうふうに来るであろうっていう道筋を設計すれば、できるなっていうのは実感してます。もっと大量の時にはまたちょっとね、量を増やすとか、行動の量を増やすとか、投稿の量を増やすとか、やんなくちゃいけない部分とか、あと大量になってくると今度広告使わなきゃいけなくなってくるんですけれども、基本集客の原理原則ないしはその自動化に対してのどういうアイテムを用意すればいいのかっていうことを理解して分かって、ウェブサイトとかウェブのツールアイテムを整えていく分には、自動化ってやっぱりできるなって思ってます。だから自動化ができるようになると、そこにこうものすごく注力をかけて集客をしなくていい。コミュニケーションを取るための SNS の使い方の話とは別です。そこに向かってこう一生懸命告知しなくてもいいっていう作り方ができるようになれば、集客はそこまで苦労しなくなるようなステージになっていくこともある。ただ1年から3年は結構ね、がむしゃらにやんなきゃいけない時期があったりするので、
そこを乗り越えられるか乗り越えられないかっていうのは、うーん、強い意志と続ける継続力ですかね。これがあると、あの、自動化に向かって動いていくので、後の方がね、楽になります。ブログも最初きついんですけど、ブログ集客のいいところは、書けば書くほど集客が楽になるっていうところですね。書けば書くほども、ただ打記事を書いてはダメなんですよ。集客できる記事を書かないと楽にはなりません。なんでそれをやれば、そんなに更新毎日しなくても、2日に一遍になって3日に一遍になってって、だんだん更新頻度が減っても、そこまでアクセスが減らないような状況を作ることもできたりします。だから、どこの段階でどれぐらいの力をかけるのかっていうのは、その方のやってる年数とステージとどれぐらいの集客量が欲しいかによって違うんですけれども、毎回毎回、その日暮らしのように集客をしていく集客ではないやり方はできます。なので、そちらの方に発想転換した努力をしていくっていうことが必要なんじゃないかなというふうに思いますので、ご参考になさってください。それでは。